ただいまから国土交通委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日西田誠君末松信介君及び鶴保洋介君が委員を辞任されその補欠として下野六太君加田博之君及び三木徹君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします 交通政策基本法および強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災、減災等に資する国土強靭化基本法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、国土交通省鉄道局長、上原敦君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご意議ございませんか。いいはい、ご意議ないと認め、作用を決定いたします。 交通政策基本法および強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法の一部を改正する法律案のを議題といたします。まず提出者、衆議院国土交通委員長、赤間二郎君から趣旨説明を聴取いたします。赤間衆議